な喜ぶ力こぶということで、暑い夏にも頑張って耐えて生産している横山園芸の横山です。今回はですね、夏の水やり管理に関して特化してお話をしたいと思います。先日インスタグラムで、栽培管理の悩んでることを募集したんですけど、その中でやっぱ一番多かったのが水やりだったので、そのことについて今回は特化して話をしてみたいと思います。まずは、今回のテーマとして、水やりっていうのは正直なこと言って大前提として、これだという答えは正直ないです。というのは、用土によって、置き場所によって、はたまた天気によって、もう人それぞれですし、毎年違う、毎月違うというのがあるかと思います。なので、我々農家、生産者という立場にしてみても、やっぱり水やり3年とかって言われるんですけど、それだけやっぱり難しいんですね。ただ、難しいからできないでお手上げっていうのは良くないと思うので、少しでもね、やっぱ植物が、クリスマスローズが元気に育ってもらうように、そのヒントを、皆さんにお伝えできればなと思います。まず前半に、クリスマスローズの好きな水分量について、話したいと思います。まあ、どんだけ乾燥に耐えられるのとかっていうことも含めて、話したいと思います。で、次に温度との関係ということで、お話をしたいと思います。で、丸さんとしては、最後、インスタグラムで、質問を受けたことの、水に関しての質問を答えていきたいと思います。なので、最後まで聞いていただければと思います。じゃあ、まずクリスマスローズ好きな水分量について、お話ししたいと思います。僕は正直なところクリスマスローズは水が好きな植物だと思っています。クリスマスローズはですね、ヨーロッパの植物、もともとヨーロッパから来たもので、それを品種改良して日本でも日本に合ったものを作ろうとして、丈夫なものを作ろうとして、今品種改良というものが進んでるんですけど、じゃあクリスマスローズ自生地がどういうところかっていうと、やっぱりヨーロッパなので地中海性気候といって、夏は非常に暑いんですけど湿度が少ないね、なんとなく枯れてるイメージも強かったりだとか、球根植物だったりも多かったりするのは、その暑さ乾燥に耐えるためというのが あります。ただクリスマスローズは、完全に球根植物のように葉っぱを枯らして球根になるわけじゃないので、そこまでの実は乾燥は好きじゃないんじゃないかと僕は思っています。まあ、耐えるためになんとかちょっと太い根っこになってるだとか、葉っぱをちょっと枯らして呼吸を止めて、なんとか暑い夏を耐えるというようなところだと思うんですが、多く僕が見てきた自生地の中では、やっぱり堆積物があって、落ち葉だったりだとか、他の草だったりだとかが落ちて、上の方はもうめちゃめちゃ乾燥してるんですけど、やっぱり少し土を掘ってみると、根っこがあるところはちゃんとこう湿度のあるところに、張っていて、完全には乾燥しない。なので、もう本当にカラカラになるまで乾燥させてしまうと、やっぱり葉っぱを落としてしまったりだとか、葉っぱがね、茶色くなって枯れてしまったりっていうことがあるので、注意が必要かなという感じがします。で、よく夏水をやりすぎないでっていうふうに伝えてる本だったり、僕もよく言ったりするんですけど、クリスマスローズが一番嫌うことっていうのは、水が溜まってること。要は、よく鉢受け皿の上に土を置いて、ここに水が溜まっちゃってるだとか、水はけのあんまり良くない土に、植えて、クリスマスローズがいつまでも水、この鉢の、クリスマスローズの鉢の中に水が停滞してしまうっていうことを嫌うという感じなんですね。まあ、要は、ずっとお風呂に浸かってるみたいな感じかもしれないです、人間で言うと。そうすると、やっぱりね、肌もふやけるし、同じように、クリスマスローズも根っこがその根腐れをしてしまったりだとかする可能性が大になる。特に暑い夏に関して言えば、溜まってる水、要は湿度が多すぎる、そうすると根っこがやっぱり暑さによって茹でられちゃうといった表現が正しいのかどうかわかんないですけど、そうなってしまう。人間もやっぱり42度、
43度、4度ぐらいまでのお湯、お風呂には浸かれますけど、やっぱそれ以上だと、どうしても、やけどしてしまったりだとか、暑くて入れないっていう人がほとんどだと思うんですけど、そういうことが言えます。だけど、人間も実はサウナに入ると、実は90何度のサウナには入れるわけなんですよ。やっぱり湿度が少ないからとか、そういうことが言えるので、それもちょっとヒントにしていただければと思います。なので、とにかく、このクリスマスローズの鉢の中の温度をできるだけ下げる、お湯、下げるっていうことは大前提ですけど、お湯にならないように、朝早めに水をやるだとか、夜、日が暮れてから暑くならない時間に水をやるっていうのが一番大切なことなのかなと思います。で、次に、クリスマスローズの、やっぱ水やり管理っていうことに関して言っても、慣れというものも必要だと思います。で、毎日ね、水やる人もいてもいいと思います。これも正解だと思います。で、3日に一遍、乾いたらやるっていう人も大正解だと思います。だってそれで生きてるんであれば、成長してるんであれば、それに越したことはないと。で、ただ、日本には例えば梅雨というものがあります。で、その後、まあ、暑い夏が来ます。で、今年なんかはそれが逆転してしまって、梅雨入りと同時に梅雨明けしたみたいな、逆に梅雨明けと同時に梅雨入りしたみたいな、一週間ずっと雨が続いてますみたいな時は、常にやっぱり土の中に、鉢の中に根っこがやっぱり水に浸されてるっていう状態だったこともあります。でも、それがなんかそう、徐々にこうなっていくと、クリスマスローズもやっぱり慣れるというか、毎日ずーっと毎日水やってる人がいきなり一週間に一回の水やりになったら、びっくりしてやっぱりクリスマスローズも枯れてしまう。ので、その安定した管理というのが実は一番大切なんじゃないかなっていうふうに思います。だから、乾きすぎちゃって、で、葉っぱが例えば、こんな風にしなーってなってしまって、慌てて水をジャージャーやる人が多いんですけど、こうなってしまった時、僕なんかはどうやってやるかっていうと、びっくりさせないように、少しずつ水をあげてあげる。ジャージャーやるんでなく、上半分ぐらい濡れるようにして、徐々に水を吸わせていくっていう、もしくは葉水をしてあげる、っていうような状況で戻していく。というのが実は大事なんじゃないかなと思います。まあもちろんなかなかね、一般家庭の人でそんなことはできないので、びっくりしてね、やってしまって、下手すら2回3回また帰ってきて1時間ぐらいにやるなんていうのが、やっぱでも一番それは良くないかなっていうような感じがします。はい。で、ちょうど持ってるのであれなんですけど、まあこれぐらいまで乾燥させちゃったりしても、なんとか耐えられます。うちはね、横山園芸では毎日水やるわけでもなく、乾いたらやるっていうのが大前提ではあるんですけど、このぐらいの気候だと暑い、もう連日30、40度近い温度が続いている日だと、やっぱり2日に1遍ぐらいは水やらないと、どうしても乾燥してしまうというところが、あります。で、ね、一番興味があるのはどこまで乾燥できるのっていうところではあるんですけど、葉っぱをちょっとよく観察していただくと、そうですね、例えばこれとこれの葉っぱの違い、なかなかね、ちょっと画像では届きにくいかもしれないんですけど、普通はいつもは緑色だったものが、こっちはやや薄い緑色になっています。人間で言うと顔が青ざめているような、感じ、そこまで行ってしまうと、やっぱり葉っぱが枯れてしまう可能性があるので、そこまでカラカラにしない方がいいねっていうのが正直なところです。で、あまりにも乾燥させすぎてしまうと、水やっても戻らないです。やっぱりそのまま枯れてってしまうということがほとんどです。ただその時に何とか戻そうと思って水をいっぱいやってしまうと、やっぱり逆にそれは、NG というか、ありがた迷惑というか、いう感じです。やっぱり植物もクリスマスローズも呼吸というものをしています。なので、根っこから水を吸って葉っぱで、蒸散をする。人間で言うと汗をかくじゃないですけど、それに近いことを植物もやっていて、そのバランスが取れてるからこそクリスマスローズが健康的に成長しているという状態なんですね。なので、そのバランスが崩れる。要は葉っぱが枯れる。
ていうことだと、その吸っても吐くところがないので、要は吸えなくなる。で、乾燥しにくくなる。鉢が、土が、ポットの中の。で、それでついついいつも通り水をやってると根腐れの原因になるかなというようなところです。なので、やっぱり上と下のバランスっていうのをよく見る、観察するっていうのも大事かなと思います。で、次に、やっぱり葉っぱがいくら水をやってるのに、じゃあ逆に今度は、ね、葉っぱがなんか茶色くなってきたとかっていうのの多くの理由は、結構その、根っこが腐ってたりする場合があるので、水をしっかりやってるのに、葉っぱが枯れてきたなっていう原因としては、一つは、根っこが、腐ってるんじゃないかなっていう疑いをかけるというのも大事かと思います。なので、その上と下のバランスということもよく考えて、まあ、もちろんね、強い光、熱い温度に当たると、やっぱり葉が焼けて枯れるっていうこともあります。なので、いろんな要因があるので、今言ったことをヒントにして、栽培に活かしていただければなというところがあります。毎日なんとなくさっとやるような人たちの方が、意外と僕はうまくいくんじゃないかななんていう気がしています。まあとにかく、なんとなく大前提としては、まあ表面が乾いたらしっかりやるよっていうのが、大事かなと思っています。じゃあ次、第2幕としてクリスマスローズの、まあ温度、好きな温度と、関係ということで話をしたいと思います。で、クリスマスローズは一番成長するのはやっぱり15度ぐらいから20度ぐらい。そんないい環境ははっきり言って春と秋しかないです。その春と秋も短いぐらいなんですけど、今じゃあ暑い夏っていうのはそのどうなるかというと大幅に外れてるわけなんですけど、の生産者の立場から言わせてもらうと、高冷地で育てるっていう作戦があるわけなんですよ。要はこの温度帯が好きだから、なるべくこの温度帯に近づける、まあ15度から20度って言いましたけど、その前後5度ぐらいが一番やっぱ成長するんですね。なので、生産者の仲間にはやっぱり高冷地に持っていくと、クリスマスローズって意外と休まずに夏でも成長する。なので水もやるし、下手すりゃ肥料もやるしっていうこともやったりしています。なので、やっぱりクリスマスローズが温度にどんだけ左右されるかっていうのを覚えておくことが大事かなと思います。じゃあ暑い夏、どうやって生きてるのかっていうと、やっぱり水が吸って蒸散して、自分の体がもう煮え切らないように、なんとか耐えているっていう状態ですね。なので、できれば涼しい場所に管理してもらいたいっていうところ、置き場所っていう点では、このように日陰で、なるべく人間がいてもジリジリするような場所じゃない方が、やっぱりクリスマスローズにとっては非常にいいというところがあります。あと、強い光に関して言うと、やっぱり光というのはやっぱ光合成をしてくれるもんですけど、温度が高すぎると成長しなくなる。あ、暑いよって人間と一緒でグダーってなってるような、状況なんですけど、そういうところにはできるだけ置かない方がいいですし、そういう時は成長してなくて黙ってじっと我慢してる、呼吸だけは、ってやってる状態なので、あんまりこの時は触らない方がいい、水やらない方がいいっていうのは正直なところです。もしやるにしても、さっと水をやって、鉢の中がべちゃべちゃにならないように、管理をするといいかと思います。なので、光の関係と温度の関係っていうのはやっぱりすごく大事なことなので、そこも頭に念頭に入れておくといいかと思います。はい。まあそんなところで、まあ温度のことに関して言うとね、どうしても逃げられないというところがあるので、できるだけリスクが少ないのは、日陰に置くというようなところを、光が当たらないところ、特に鉢で育ててらっしゃる方、っていうのは強い光がここに当たらないようにして管理するといいかと思います。今のがまあ大前提で質問が何個か来ているので、ちょっと質問に対しての答えを言いながら、栽培のちょっとヒントにつなげてもらえればと思います。地植えにしているクリスマスローズが連日暑さでぐったり。っていうことで、慌てて水やりましたが、ぐったりした葉っぱはそのまま茶色になってしまって、どうしましょう。基本的には水やりは地植えにはしてませんということで、定期的に水をあげた方がいいんでしょうかっていう質問です。
で、まずこれに対する対処方法としては、やっぱりその定期的に水をあげた方がいいことはいいです。ただそんなね、大変なので、全員が全員できるわけじゃないので、基本的には、地植えに関しては、一回根付いたら、よっぽど乾燥する場所じゃない限り、水はやらなくても僕は大丈夫だと思っています。さっきの理由として、表面が乾いても、土の10センチ、20センチ、掘ったところっていうのは湿度が必ずと言っていいほどあるので、一回植えてみればそれで大丈夫かなという感じがします。で、あまりにもね、その造成した場所、土を盛った場所、作った場所とかっていうのはやっぱりどうしても環境的には自然界とは全然違うので、乾きやすかったりだとか、そういうこと考えられるので、特になんかクリスマスローズがぐたーっとしてるなと思ったら、ちょっとマルチングバークジップだとか、僕も大好きなベラボンっていうこういった感じに表面を少し覆ってあげると、クリスマスローズの土育っている場所が乾きづらくなるという、ことなので、水やりの回数も減りますよという、感じですね。はい。まあそんなところで、あと暑さでぐったりしてる時っていうのは、光でぐったりしてる場合もありますし、温度が熱くてぐったりしてる場合もありますし、乾燥しすぎてぐったりしてる場合もあるので、そこを見極めるっていうのが実は必要なことではあるんですけど、さっき紹介した顔、人間で言うと顔が青ざめるっていう話をしたと思うんですけど、葉っぱの色がちょっと薄くなったりだとか、してきたら、それは水切れなのかなっていう感じがします。はい。で、次に、まあ、福岡の方で、まあ、日本中ね、どこでも育ってくれてるありがたいことで、連日35度超えということで、小さい苗をね、育てているポットで、で、2日に1遍ぐらい水をやらないと苗がぐったりしてしまうというふうに書いてあります。で、1日おきにシャワーをこう、シャーって、水をたっぷりっていうよりもシャーっていう感じかと思うんですけど、やってる、これで大丈夫なんでしょうかっていう話を、質問を受けました。多分、葉っぱが枯れてないんであれば、もうそのペースでやるのが一番いいと思います。まあ、1にも2にも慣れっていうものが必要っていう、さっきも少し話をしたと思うんですけど、毎日1日2日、毎日水やれる人は毎日やってもいいと思います。たっぷりじゃなくてさっとやる。毎日たっぷりっていう人も、まあ、もしかしたら慣れれば、クリスマスローズも大丈夫かと思うんですけど、まあ、1にも2にもよく観察するっていうことが大事かなっていうふうに思います。じゃあね、1日2日水毎日やっているような方がいきなり1週間やらなくなったって言ったら、やっぱりクリスマスローズは枯れちゃうと思うので、自分のなんかそう生活リズムだとか、そういうのにも合わせて植物クリスマスローズを鍛えていくっていうことも大事かななんて、僕は思っています。はい。で、次の質問として、バラの鉢はで、やっぱバラとね、クリスマスローズ一緒に育ててくださる方多いんですけど、ついつい水をやってしまうということで、1日1回、やると、いうことなんですけど、下手すればね、ものすごい暑くって乾いた風が吹いてきたりすると、1日2回水をやったりしなきゃいけない日だって、横山園芸でもあったりします。なので、光が当たる場所だとかで、ね、そういうところにどうしても置かなきゃいけない時もあるんですけど、そういう時はやっぱりそういう回数になりますし、毎日やっても基本的には大丈夫です。で、バラやっぱりね、その夏でも少しずつ成長してる初夏と晩秋というかな、まあ、クリスマスローズがまだ暑いよって言ってる時期でも、バラっていうのは少しずつ動き出して、成長してたりするので、皆さん肥料をやったりだとかする方多いと思うんですけど、この時期水はやってもいいけど肥料さえやらなければ大丈夫かなって僕は思っています。はい。水やりどれぐらいまで乾燥していいんでしょうか。やりすぎとはどれぐらいなんでしょうか。究極どっちがいいということで、質問を受けてるんですけど、やっぱりね、その先ほど少しずつ話をしたんですけど、やっぱり乾燥しすぎる、カラカラになりすぎると、成長はやっぱり著しく落ちてしまいます。なので、適度な湿度を保ち続ける、
いっぱいべちゃべちゃっていうよりは適度な質を保ち続けるっていうのが一番大事っていうところで、あとまあやりすぎとやらなすぎって言われたら、やらなすぎて枯らしちゃうよりはやりすぎて根っこが腐るぐらいの方がまだ僕はいいかなって思っています。っていうのは枯れちゃったら、やらなすぎて枯れちゃったらもちろんダメになっちゃいますし、やりすぎて根っこが腐り始めても途中で異変に早く気がついて根っこが腐ってるかもしれないっていうので気がついてその対処をすれば、土を変えるだとか根っこ切ってる腐ってるところを変えるだとか、そういうことをすれば意外と生き残ってくれたりするっていうことがあるので、まあ、やりすぎよりはやらなすぎ、まあ難しいな、適度にって言いたいとこなんですけど、要はこの時期ですよ、やらなすぎよりはまあ適度な質を保つように。あと次に、そうか、朝水やりをするのがいいですか、夜水やりをするのがいいですかっていう質問が来てるんですけど、朝と言ってもやっぱりもう今、この撮影している時間は9時ぐらいなんですけど、かなり暑い状態です。できるだけやっぱり涼しい時間帯にやってあげるっていうのが一番いいです。だからできるだけ朝早め、もしくは夕方日が暮れてきてからたっぷりやる、しっかりやるっていうのがいいかなって思っています。朝、水をたっぷりやるっていうのもありですし、ちょっと朝これぐらいの時間でちょっと暑いな、もう暑くなっちゃったな、汗もこういう風に出るなっていう時間帯はたっぷりというよりもさっと水やる方がいいと思います。鉢の中がね、温度お湯にならないようなことをするという感じですね。で、じゃあ夕方、どんどん温度が下がってきますよっていう、時間帯なんですけど、まあ、そこで水をしっかり やって鉢の中の温度を下げて、一時的にでもいいから温度を下げてあげるっていうのも、一つの作戦かと思います。で、でもね、夜っていうのはやっぱり植物、クリスマスローズもやや呼吸が少なくなっていく時間帯でもあるので、ジャバ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 水をやってしまうと根腐れの原因になってしまうと思うので、やりすぎにも注意かなという感じがします。まあ、極論だからやりすぎよりはやらなすぎの限度もありますけど、サボテンのように、サボテンとか球根植物みたいにカラッカラになるまでやらなければ、まあ、乾燥にも耐えられるというか、まあ、正直なこと言って、一番最初に冒頭にも言ったんですけど、これだっていう答えは全くないんですが、とにかく枯らしちゃったらそこで終わりなので、枯らさない、極端すぎないっていうことと、できる限りね、やっぱりよく観察してあげて、植物が何を欲してるかっていうのを感じてあげるっていうのがすごく大事なことかなって思います。ね、初めての方、1年目の方っていうのはなかなかわからないかと思うんですけど、そういうのをよくちょっとでいいので見てあげると、クリスマスローズと会話をしてあげると栽培のヒントというかにつながるかなと思っています。ということで、今回は水やり、夏の水やりということで、話をしました。ここまで乾燥しちゃってすぐこの後水をやります。ということで、また次回も楽しみにしててください。次回は病気の話とかをしようかな、と思って、病気虫の話をしたいと思います。それではまた楽しみに。もう少しでクリスマスローズシーズンが来ます。まだだな、暑いな。